さっき茶柱が立ったんですよ。今日のバースデーライブは大成功間違いなしですな。お誕生日おめでとう。あのね、はるかとたまきでお祝いにサンドイッチ作ってきたんだ。みーやびっくりするぞ。たまきとどんなサンドイッチがいいかなって相談してたら、なんだかすごいことになっちゃって。おお、それは楽しみですな。ではみんなを呼んでピクニックしましょう。素敵な一日になりますね。ペンダントとっても綺麗ですな。ありがとうございます。大切にしますね。